はい、半前岩先生です、土曜日の夜中また徹夜していました。金曜日からね、しかし、半前岩先生今研究に、楽しんでおりました。映画のスターゲートに出てくるですね、輪っかのダイヤルね、回してで、世界宇宙自由に移動すると。これはね、現実に可能でもうできております。でね、この研究で私はちょっと頭を費やしておりましたけれども、原理をね詳しく教えてね、人間たちのね、研究の面白さをちょっと伝えたいなということで、ちょっとお話ししたいと思います。今アメリカ国でも、初級の原理が完成しておりますけどね、なんとか B、バツバツだったかな。でですね、まず、それからね、別にですね、またアメリカが盛んにやってるね、水をね燃やしてしまうということで、普通だったら水爆というんですけどね、少しはできるんですね。放射線出さないね、核爆弾で普通水を燃やして水爆にするわけですね。もっと大きい、ね、エネルギーで爆発させるんです、ね、これはご存知ですね、ただの原爆は、ね、ウランを爆発させるわけですね。ウランにでウランでもいろんな通りがあるんで、種類があるんで、その中の一つですね、これを取り出してそのウランを爆発させるわけです。でこれは普通の、簡単に言えばダイナマイトとかいうものとかね、そういうもので周りを覆ってウランを爆発させるわけです、ね、水爆は真ん中に水を置いてね、で今のものをね、で周りに置いて爆発させるんですね。だこれになるとさらに水がねすごいエネルギーを持ってね燃えちゃうわけです、水が ね。で今やってるのが恐ろしいのはっていうのは核融合ですね。放射線出さないけれども水をね爆発させるんですね、燃やしちゃうんですね。これが少しできるんですよ。かなりの高熱にしないといけないんで、ほんの一瞬の1個しかできない、ちょびっとぐらいしかできないね。だから 1g で爆発したいね、たくさん水があっても 1g しか爆発できなかったね、そんな系統なんだけど、これはねアメリカたくさん作っても、最近作って爆弾でね、特殊な爆弾で作ってますね。あれ核融合なんですね。ただまだ未熟なんで、水がたくさんあっても何リットルもあってもその中のね 1g も燃えないわけです。だそれですごい爆弾になってるんですけどね、放射線は出さないわけですよ。原爆でマッチにしないわけです、ね、
原爆をマッチとしてつけることをしないで、電子的な装置でね、まあ爆発させてるわけですね。電気でね爆発させてるわけですよ。大変な電力でね。で、話戻ってスターゲート、時間がなくなったんでどこまで話せるか分かりませんけども、ワープができるんです。これが反重力の法則ですね。法則じゃなくて反重力の方法ですね。これは物を宙に浮かしてしまうと、目方を なくしてしまうように囲っちゃうんです。大きい重たいものに惹かれる性質があるわけです。そのね、周りを惹かれる、その周りにね、強力な電磁波をで覆っちゃうと届かなくなる。それで中のね、宇宙船は、人間は浮いてしまうわけですね。それで推進力をつけて飛ぶわけですね。何でもいいんですけど、推進力をね、まあというわけじゃないですけど、一番いい方がいいわけですけどね。ということでね、飛ばないといけないんで、その間に障害物があったら死んでしまいますね。ちょっとしたちっちゃなものでも障害物があったら死んでしまいますからね。これは何回もワープでレーダーで調べてね、地球の裏側で、地球で1秒行くって言ったって500回ぐらい